3年間過ごしたイタリアから帰国した高橋愛22に独占インタビューしたネーションズリーグ第1週ブラジル大会を戦う男子日本代表に6月4日から福岡北九州市で行われる第2週からの参戦を予定している写真を見る高橋愛すべてのことが成長して帰ってこれたネーションズリーグの決勝に行くことがパリ五輪の結果にもつながる イタリア帰りの若きエースが独占告白。高橋は日本体育大学在学中の21年にバレーボールの最高峰、イタリアリーブセリエアのパッボーロパドバに入団。23年からはベロバレーモンツァに移籍し、今季は攻守にわたるプレーでチームをプレーオフ準優勝に導いた。3年間過ごしたイタリアから帰国した高橋の決意を聞いた。全てのことが成長して帰ってこれた。 9、日本に帰ってきた心境は、高橋蘭、お寿司食べに行きました。あと結構焼肉行ってます。まずは人としてすごい成長したなというか、考え方もすごい広がりました。やっぱり日本に戻ってくるたびにすごい自信を持って帰ってこれている。その中で、代表でプレーする中でも、すごいなんか成長を感じながらプレーをしているなって、ところをすごく感じるので、やっぱり、 人としてもバレーボーラーとしてもすごい、すべてのことが成長して帰ってこれたんだなってのは思いますね。高橋は、キャプテンの石川選手や西田選手という二人の軸のアタッカーがいてそこにもう一つ軸があればより一層日本代表として強くなると思いますし、軸になれる選手になるためにもこのイタリアの今置かれている立場っていうのがすごくつながるんじゃないかなって思いますと、 日本代表を強くするためにバレーボール世界最高峰のリーグ、イタリアセリエや、お武者修行の場として選んでいた。高さ、の部分がすごい上がった。トップ選手の中で、世界のバレエを叩き込まれた高橋はフィジカルの強化を加え、さらなる進化を求めた3シーズン目の手応えを聞いた。9、行く前と変わったところは、高橋、まずは、もちろんフィジカルもそうですけど、すごい、高さ、 ってところがすごい変わったのかなというのがある。もちろんフィジカルが上がってジャンプ力であったり、スパイクのパワーが増したところもそうですけど、常に2メートルを超える選手を相手にスパイクを打ってたり、レシーブをしてたりするので、やっぱり、その、高さ、にまずは慣れてきたところとその、高さ、に対して常に打ってきたところで、やっぱり、それにどうにか対応しようと、 それで得点を決めていこうというところですごい高さを常に求めるようになった。シーズン通してすごいそれを常にやってるので高さの部分がすごい上がったなって思いますね。